こんにちは、穴口恵子です。秋分が終わって、実は、翌日なんですけれども、すごい暑い日々になったかなと思うんですね、東京では。で、この日はですね、私にとっても本当に、宇宙マネープログラムオンラインコースをしていて、それの、まあ、こう集大成のような、パーティーをしました。宇宙マネーパーティーですね。もう本当に3ヶ月プログラムなんですけれども、皆さん着いた時から今日で今月で3ヶ月終わって、それでまあ到着した皆さんの顔を見たら、本当にこう笑顔が、眩しくって、ワクワクしている、そんな、日常をね、送っていたのかなって思うんですね。で、今日はですね、もう本当にやっぱり秋分の日のピークを迎え、で、今もですね、まあ、影響を与えられ、そしてこれからその影響を与えられた後にですね、私たちがですね、受け取ったそのアセンションの、まあ、祝福のエネルギーで、そしてアセンションの光のコードみたいなね、それは、まあ、自分自身が本当にこう統合して目覚めて、自分のこう神の道を行くみたいなですね、そんなメッセージをこう DNA レベルにですね、実際に、注がれて、そのアセンションコードが、実際に私たちは自分で神としてプログラミングしたものを、こうなんか封印されてたものが目覚めていくような、そういう体験が待っているわけです。で、このじゃあ体験、本当にまあその体験を待っている私たちが、内側にいるんですけれども、その体験に目覚めて、じゃあ、いよいよですね、自分が、出番だ、この神としての出番だっていうような意識が芽生えていたとしてもですね、まあ、本当にそれがそうであるということを自分が決めて、いかないとですね、それが全然活動していかないような、そんなことも言われています。で、ここのところですね、結構、いろんなアセンデッドマスターからのなんか伝言があって、実際にアシュタールがですね、まあ、11月28日には、アシュタールフェスというのをですね、まあ、初めて、の試し見でやるんですね。これはテリー・サイモン、アシュタールをメインに、まあ、実際に、チャネリングする方なんですけれども、個人セッションもやってたり、グループセッションや、まあ、リトリートとかしてですね、ダイナビジョンでも呼んでたり、いろんなところで呼んでいる人と、そして、並木義和さんと、そして私の3人がですね、まあ、それぞれのところに、まあ、アシュタールがやってきていて、アシュタールがいろんなことを教えてくれる。そして、アシュタールっていうのは、こう、テリーさんのアシュタールが正しいとかですね、そして、私たちのアシュタールが、また違うとか、そうじゃなくって、そのチャネラーに対してですね、アシュタールという360度の光があるとしたらですね、実際に一部の光をそのテリー・サイモンさんが、メインでこう担当していて、そして実際に並木義和さんのところに来たアシュタールは、その並木さんを活用して違うエリアのアシュタールが伝えたいことを伝える。そしてまた、穴口恵子がチャネリングした時には、そのアシュタールがそのまた別の部分をですね、実際に、伝えきれなかった、領域を伝える。そういう意味です。でですね、3人がアシュタールの、まあ、メッセンジャーとしてですね、どんなことが可能か、そういったことをですね、分かち合うような、そんな、イベントになるかなと思ってるんです。だからか、どういうわけか、その秋分の日にはですね、やっぱりこう、アシュタールも来ていて、アシュタールが一番伝えたことはですね、もう本当にあなたは地球に降りてきたことは、本当に勇敢な、光の基地のようなものだと。なぜかというと、あらゆるこう、高次元の惑星がある中で、一番この、密度の濃い、物質化ができる、それと同時に極度の二元化が、行われている地球に、あなたという魂が肉体を持って降りてきたっていうことは、本当に、光の騎士団だっていうふうに言ってたんですね。そういう意味でも、その光の騎士団であったあなたが、その騎士団の一員であったことを思い出してもらいたいと言ってるんです。何かというと、あなたはそれほどまでに勇気を振るって、この
地球上に生まれてきて、その究極の二元性を統合して、自分の光の光と闇を統合して、統合した結果ですね、本当に目覚めて、実際に、あなたのハイアーセルフと肉体で、まあ、一つとなってですね、この地球上で、シフトしていく、地球上でですね、本当に高周波を放って、自分自身の持ち備えた魂の使命を具現化していく、そういう時代を選んで生まれてきたんですね。で、そんな中でですね、もちろんすごく、かたやですね、もうその二元性のままで、こう実際に、人生を送ろうとしている方々も、多数派にいるわけですよね。だからといって、あなたがですね、その全ての人を救おうとするような、こう、人のことに意識を持たれる、持つことは、なく、そういうのはアセンデッドマスターたちがですね、働きをすでにしていて、いろんな形でその人たちが目覚める、ことをしてるんですね。だからこのいよいよ今あなたがあなたの、そして、そのあなたが目覚めたゆえにやることをやる、そしてそこにはもう何の、疑いもなく、あなた自身が絶対信頼を持って、関わっていってくださいと、そういうメッセージが来ているんですね。そしてまあ何よりもですね、そのスターシードでなければ、その、こう使命を持って生まれてきてないんではないかとか、その愛と平和のね、光をこの地球上に放つの、そういうふうに言われないとできないかっていうと、そうではなくて、もうあなたの内側で、まあ、ちゃんとこの時期、光の騎士としてやってきているならば、光の騎士の使命というのは、やはりその愛と平和のこの地球上が、望んでいる、そのミッションを地球と共に共同創造する、そういう意識で、日常を送ってほしいんですね。ではその日常をですね、そのような意識で送るというのはどういうことかというと、もう、あなた自身が人間関係の中で、自分がこうしてほしい、ああしてほしいって思うことたくさんあると思います。例えば自分のパートナーに、どこかに連れて行ってほしいとかね、日常のことで洗濯手伝ってほしい、ゴミを出してほしい、いろんなこう期待があるかもしれませんけれども、それがですね、その期待が叶わないようなことがあったとしてもですね、あなたがその期待を裏切られたのではなくて、あ、この人は、私がお願いしたけれども、今日は気づいてなかっただけ、要は今日は目覚めてなかっただけ、だけなんですよ。だからそれに対して、あの人はもう全然言うことを聞いてくれないとか、言ったのにやってないとか、そういう世界でドラマを作ることをやめるわけです。そして、日常を目覚めて生きる人は、あ、今日は私がやればいい、そして気づいた、そしてものが、行動を取れば、おのずとですね、その行動を取ったで、あなたのそういった広い、より広い循環の中で、この目覚めがどんどん加速していくわけなんです。そういう意味でですね、もうあなた自身にフォーカスを向け続けてください。冬至に向かってそうしてください。そして、冬至の3週間前にはね、私たちがまた11月28日に明日あるフェスで皆さんにたくさんの、まあ、ヒーリング、そしてアクティベーション、また新しい情報などをですね、伝えていこうと思っています。なのでまずはやることは、もうあなたが光の騎士としての自覚をしてみてください。はい、ね、そういう意味でですね、また、秋分の後もですね、大いなるアセンションの、波に乗って、共に目覚め続けていきましょう。ご視聴いただき、ご覧いただき、ありがとうございました。ではまた。